何これ。はい、どうも、なぎです。6月15日土曜日から6月16日日曜日までにかけて、新しく次のオフィスが出ると、スプラトゥーン2公式の方から発表されました。で、今回の内容なんですけども、酢豚酢豚ってあれか、あの酸っぱい中華料理の酸っぱい料理だ。まあ、中華料理って聞くとちょっと辛味をねイメージするんですけども、酢豚に対してはまあちょっと酸っぱい料理と、まあ、ぶっちゃけ料理もしない俺は酢豚でどうでもいいんですけど、これにまずパインを入れたら美味しくなるんだか美味しくならないのかよくわからない。本当に料理しないからね。俺料理しないし、多分みんなもしないでしょ。あ、でもみんなのお母さんとかは料理するから、酢豚ってパン入れた方がいいのって聞いたら、いや絶対入れた方がいい、いや入れなくても美味しいよ、多分結構話してくれるんだとは思うんですけど、料理しない人からするとぶっちゃけどうでもいいんですよね。まあ僕はもうどちらもいいんで、まあ、パイナップル、まあ、パイナップル好きなんで、まあ、別にありでもなしでも、まあない方が、パイナップルってそのまま食べた方が美味しいじゃないですか。わざわざ入れても美味しくなんないと思うし、まあパイナップル自体は好きなんですけど、もうどっちでもいいやどっちでもいい、本当にどっちでもいい。なので流れで、どちらにしようかな、天の神様の言う通りって神様の言う通りにして決めようかな。もうぶっちゃけどうでもいい人は9時とかイケメダリンじゃないですかね。で、フィスって7月、21日がスプラトゥーン2の、まあ、発売日と、2年前の7月21日にスプラトゥーン2が任天堂のゲームとして発表されて販売されたんですけども、2年経ったということで、もしかしたら最後のフェスがね、7月21日に、まあ、あると思うんですよ。専門家うなぎの予想では、まあ、そうなんですけど、まあ、残り少ないじゃないですか。月に1回フェスがあるとして、まあ、今回フェスが終わったら、まあ、今回6月のフェスなんでね、7月の最後のフェスとなってしまいます。で、もしかしたらこれが最後のフェスの1個前になってしまうんですよ。これでいいのかな、タイトルもっとなんかさ、まあ、最後は多分塩辛味かテンタクルズどっち好き、もしくはスプラトゥーン1の最後のフェスってアオリちゃんかホタルちゃんかどっちが好きかっていう話題で最後のフェスだったんですけど、まあ、今回はまあ姫ちゃんかイーダちゃんどっちが好きか、この2択になるんじゃないでしょうかって俺は思ってたんですよ。まあ、だとしても1個前で、まあ、塩辛味とテンタクルズどっち好きとかやるんじゃないかなと思ったんですけど、まさか、まさかの酢豚。ぶっちゃけ酢豚どうでもいい。俺今までのフェスで、こんなにどうでもいいなって、フェスの話題どうでもいいなって思ったことないんですけど、この間の野球もそうなんだよ。野球好きだから、まあ、パリーグ、セリーグ、まあ、ぶっちゃけセリーグの方が好きなんで、セリーグって決めたんですけど、まあ、今回、本当に、初めてどうでもいいと思ったフェスの話題。いいのかね、酢豚で。まあ、別にね、フェスがね、戦えればね、ぶっちゃけどうでもいいんでしょうね、きっとね。はい。まあ、自分は流れによって投票しようかな。まだ決められないですね。もしかしたらね、まあ、一人でね、スプラトゥーンのフェスやるわけじゃなくて、もしかしたら、まあ、誰か友達とフェスやるかもしんないんで、まあ、人に合わせてやろうかなと思います。まあ、期間6月15日土曜日から、6月16日日曜日。これ忘れずに皆さんチェックしておいてください。ちなみに15時からなので、まあ、お昼明けですね。ご飯しっかり食べて、しっかり寝て、やればいいんじゃないでしょうか。ということで、フェスの情報でした。みんな楽しんでください。さよなら。